はい、こんにちは。それではですね、今回は、多分ですね、僕のチャンネルで初めてやるかなと思うんですけど、サイバーエージェントですね、4751を見ていきたいなと思っております。最近ですね、ちょっとちらほら、分析をっていうようなね、お声をいただくわけなんですけれども、結論から言うとですね、しばらく触んなくていいんじゃないかなと思っている銘柄の一つでもあります。今日はですね、ティック数で見てもですね、結構高めのところでね、3位で、結構来てますので、活況ということでですね、皆さん触ってる方もいるんじゃないかなと思うんですけども、今日はですね、ちょっと引いた目線でもですね、注目してみたいと思います。まずですね、3ヶ月足から見ていきたいと思うんで、これ3ヶ月足で出してます。要は3ヶ月で1本のローソク足を作るのが、この3ヶ月足チャートという形になります。で、これで見ていきますと、まずですね、ここまでの推移っていうのがすごいことになってまして、1、2、3、4、5、6、7、8、9本連続で陰線で来てます。3ヶ月足ですね。そしてこの圧倒的な売り圧の中で、今月含むですね、12月で、この足は確定するわけですけども、あと1ヶ月ですね、この陽線っていうのがどうなるのかっていうことですね。なので、このですね、9本の3ヶ月足の陰線を久しぶりにですね、陽線で終われるのかどうか、これがですね、一つ焦点にはなるのかなと思っております。もしですね、ここを陽線でしっかりと反発という形を取れるんであればですね、次の3ヶ月足、来年の1月から3月に関しては続伸という形でも十分に可能性としてはあるのかなと思いますが、ここが確定するまでは全然触らなくていいのかなっていうのが個人的な感想ではあります。で、今ですね、この真下のところにあるのが、800円ぐらいのところですね。これが、2019年の1月ですとか、あとは2020年のこの1月の足ですね。この3ヶ月足でかなりですね、意識をされていて、この辺もそうですよね。2017年あたりっていうところも、C 線あるいは抵抗線としてですね、意識をされていた、ラインってことになりますので、この800円はすごい重要な、価格帯になるわけですね。このサイバーエージェントにとってですね。っていうことを考えると、ここで反発をしたっていうところはですね、最低限ここは割っちゃいけないよねっていうところは今切り返しているっていうところはですね、一応抑えていく必要があるかなと思います。で、付け足で見ていきますと、このような形になってまして、綺麗な下落トレンドという形になってますね。上値もどんどん切り下げていまして、安値のところもですね、どんどん切り下げているというような状況の中で、先月足ですね、この800円のところの抵抗線のところでしっかりと下髭からですね、切り返していて、今月足、今日確定をしましたけれども、久しぶりに長めのですね、陽線という形で、終えているというようなところですね。ここだけを見るとですね、かなり買われているように見えるわけですね。出来高もすごい多いしっていうところになるんですけれども、やっぱりですね、ここから真上をじゃあ狙っていくとなった時には、やっぱりかなり重たいなという感じがするわけですね。で、その辺のところは週足を見ていきたいわけですけども、週足を見ていくと、堅調なですね、ダウントレードになっておりまして、そして真上のところですね、ここのところが、出来高的にもかなりボリュームゾーンになります。ここは、しこりがすごい多いところになりますね。しこり、ザ・しこり銘柄みたいなところもあるんですけれども、相当、このですね、800円の後半からですね、900円の前半にかけてですね、相当なしこり力ありますので、ここっていうのはかなり売りが入りやすいところでもあります。で、この800円のラインっていうところをですね、1、2、3、4、5週にかけて、なんとか、足固めをして、そして、10月のですね、最終週のところからですね、一気に陽線で持ってきてるんですけども、やっぱり信用買いが多いので、次の週で売り込まれますよね。ただ、売り込まれ方っていうのは限定的だったために、一回ですね、調整を挟んでから大陽線という形で、先週足は来ているってことですね。ただ、この足っていうのが、本来であればですね、これだけの大陽線であれば、続き足ぐらいから続伸っていうのはあってもいいものの、なんと今週足はギャップダウンしてからスタートしてるってことで、やっぱこの辺のところを見てもですね、この900円台のしこりっていうのは尋常なものじゃないなというふうな感じがするわけですね。で、今週足、まだですね、明日だけですかね。明日金曜日ですね。ありますけれども、これでアウトサイドすることができればいいんですけどね。多分難しいんじゃないかなと思いますので、そういう意味で考えると、今週足、このですね、歴高たまりのところで、抑えつけられて終わってしまうというような感じが、濃厚なのかなという感じはしています。そういう意味で言うと、ちょっと週足ベースで見てもですね、今週陽線ながらも、ギャップダウンしてからの陽線で、インサイドして引けている感じになりそうな感じがしますのでね。一応明日見てみないとわからないですけども、やっぱり真上すごい重いよねっていうところは意識をしておかないといけないのかなと思います。で、日足ですね。次に日足を見ていきますけれども、
まあ、こんな形になってまして、一応ですね、カップウィズハンドルみたいな形にはなっていて、で、真上のところのこの新鮮のところですね、ネックラインのところっていうのがちょうど出来高まりになっていますよっていう状況ですね。だから、まあ、セオリー通りに行けばですね、この、例えば白いラインとか、この青いね、出来高まりのラインっていうところを、まあ、上にぶち抜いてくれればですね、一気に上昇の形っていうのは、当然作りやすいラインではあるかなとは思います。まあ、そういう意味で言っても、このですね、出来高だまりのところが終了する930円のあたり、まあ、前回のこの高値のところですよね。これが11月24日の金曜日でつけてますけども、まあ、このラインっていうところを力強く上に抜くことができれば、次、1000円のところですね。ここが、ちょっとダブルボトムっぽくなっておりますけども、このラインまでの上昇っていうところは、一応結構見込める可能性というのはあると思うので、もしどうしても入りたいという方はここを抜けてからの1000円までの値幅というところは、まあ、取れなくはないのかなとは思います。まあ、ただですね、この上もですねかなりしこってますので、相当ですね、厳しい戦いにはなるっていうのは間違いないですし、当然下落のトレンドっていうのはずっと進行中なわけですから、まだまだですねこの売り圧っていうところは降ってくるっていう状況ですね。そして、信用買いのところもですね、ちょっと確認をしていこうかなと思いますけれども、はい。まあ、直近のところで見ますと、24日の金曜日のデータで925万株。まあ、これがですね、111万株増やしての信用買い残ということになりますね。で、今の常時出来高のところでいきますと、まあ、こういうところ先週とかですね、結構盛り上がっていたので、出来高、まあ、結構多かったかなとは思うんですけども、で、今日でこそですね、出来高が、まあ、4600万株とかなり多いんですけれども、これがですね、おそらく月末のリバランスっていうところで2800万株使っているので、まあ、確かにもともと多かったと思うんですけども、ちょっとここの上乗せっていうのはあることを考えると、ちょっと信用買いっていうところがですね、どういうふうにこれが絡んでくるのかっていうところはですね、またデータを引き続き見ていかないとわかんないかなと思います。あと、加えてですね、ちょっと悪材料としましては、まあ、これは随分前から発表されていることではありますけども、アメリカの MSCI のグローバルスタンダード指数、まあ、これの、ね、定期入れ替えっていうのがありまして、まあ、これがですね、まあ、サイバーエージェントも含めですね、10銘柄が大引け後に除外へという形になりまして、まあ、サイバーエージェントもですね、当然ここから除外されるっていうことを考えると、まあ、需要面っていうところでですね、まあ、マイナスということを考えると、まあ、ここからですね、やっぱり上を狙っていくというよりはですね、やっぱり下に下がっていく可能性の方を、まあ、一応見ておかないといけないっていうところは付け加えておきたいなというふうに思っております。あとですね、機関投資家の空売りっていうところですね。まあ、これもいつもお話ししているように、まあ、複数社いると、ちょっと厳しいということも言ってますが、これ2社ですね、入ってまして、そして直近でもですね、結構空売りの、まあ、ポジションっていうところは増やしている形ですよね。というところで、空売りの勢いっていうのが別に止んでいるわけではないっていうことも考えると、やはりですね、上を目指すっていうのはなかなか至難の業かなというふうには思いますので、まあ、そこのところはですね、需給状況も、まあ、まだそこまで全然良くはなっていないっていうところはですね、抑えておく必要っていうのは十分あるのかなと思います。はい、ということで、まあ総合的に考えるとですね、ここの940円くらいのところですね。まあ、ここを抜けてからのロングっていうのはある程度優位性はあるものの、今この値打ちからですね、どうこうするっていうのはあまり微妙なところっていうところですし、最初に3ヶ月足とかで見た時からもわかるように、まあ、対局で見た時にですね、やっぱり圧倒的な売り圧っていうのがあるわけなので、中長期的にここから上昇を狙っていくっていうのは結構厳しい戦いになる可能性がありますよ。まあ、そういったですね、今日はお話でした。はい、ということですね。今日は木曜日ですので、サロンの方でですね、ライブを行います。無料のね、プランでも参加ができますので、よろしければですね、概要欄からですね、サロン参加してもらってご視聴いただければと思います。まあ、ちょっとね、今月11月終わったっていうことで、まあ、来月に向けてもですね、しっかりと銘柄ですね、分析していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。そして最後に公式 LINE 登録特典のお知らせです。特典1、副業株トレードで1日1万円稼ぐ方法というですね、動画講義をプレゼントしております。こちらはですね、1日1万円トレードで稼ぐために必要な資金ですとか、トレードスタイル、それから銘柄選定や当日の動き方など、まあ、僕はですね、重要と思っている要点をまとめた動画になっております。そして特典2、うねいどり手法ですね、こちらの動画講義、これが全9回になりますけれども、こちらをプレゼントしております。この手法というのは、スイングトレード向きの講義になるんですけれども、買い立てと売り立て、まあ、信用を、ね、使うわけなんですけれども、これを使って利益を確保しながら伸ばしていく戦略、これについてですね、じっくりとお話ししております。
そして特典3、僕はね開催しております株オンラインサロンですね、こちらの参加割引チケットをねプレゼントしております、まあ、より詳しくですね株トレードを勉強してみたいなという方はですねぜひこちらもご検討いただければと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。公式 LINE のね登録方法ですとかサロンの詳細に関しては動画下の概要欄からぜひご確認ください。